写真拡大。ロッテ107。日本ハムオープン戦6日、カマスタロッテは6日、日本ハムとオープン戦鎌ヶ谷を行い、10対7で逆転勝ちした。2点を追う8回。西から面白いように打線が繋がった。中村翔の左前打、鈴木の中前打、バルガスの四球で満塁とすると、高浜の押し出し四球で1点差。続く後期で三木の左前的地打で同点に追いつくと、途中出場の江村が走者一掃の勝ち越し3点二塁打を放った。さらに岡が左中間へ OP 戦1号ツーラン。8回西から8者連続出塁。打者11人で5安打7得点した。注目のドラフト1位の藤原は5回無視1塁でダイソーとして途中出場。同一種から盗塁失敗したが、8回2死で四球を選んだ。1打数無安打1四球だった。先発の涌井は初回に5安打2失点して、3回6安打3失点。ドラフト3位の小島は3回2安打1失点に抑え、先発ローテーション入りへアピールした。フルカウント編集部。